昔々あるところに au という携帯ショップがありました。その携帯ショップにはサンタローというマスコットキャラクターがいました。ある時サンタローたちは思いました。もっと自分たちを知ってもらうためにはどうすればいいのだろう。そうだ、大手コンビニのローソンさんとコラボしよう。その中の一人がそう提案したことにより、こっちのローソンとのコラボ、サンタローのコラボ商品が販売されました。ようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで本日はこちら、ローソン×サンタローコラボ商品3品を食べたいと思います。まあ、自分も au を使っているので、こういうふうに今回のコラボレーション商品を楽しみに食べてみたいと思います。まずこちら、うらちゃんの玉手箱弁当。まさかこれあげたらおじいちゃんになるってことはないですよね。そうなったら食べられねえよ。こんなに。チャンネル登録よろしくお願いします。そして金ちゃんの唐揚げおにぎりと、ももちゃんのプチもっちきびだんご風、これらもしっかり食べていきますよ。と、最初の小芝居に、今更ですけど最初の小芝居にお付き合いいただきありがとうございました。ではまずは玉手箱弁当かな。これ結構重量感ありますね。それではまずはこちら、きんぴらごぼうからいただきます。お弁当本当にびっくりですね。あ、言うの忘れてましたけど、昔サンタロー温度を取ったことあります。概要欄にリンクを記載しておきますね。おにぎりもプチもちも美味しいけど、最初に食べたこちらのびっくり玉手箱お弁当は、薄い卵の下に入っていたのが鮭、イクラ、アサリの海鮮弁当でしたね。で、親子でもあり相性もバッチリでした。で、周囲の野沢菜漬けのお弁当もシャキシャキとした食感が出て美味しい。中央の親子部分はしっかりと海鮮の旨みが感じられて美味しかったです。まあ、イクラが入ってるというのがびっくりですね。で、続きましてこちらの金ちゃんの唐揚げおにぎりは、ちょっとニンニクマヨダレが結構強くて、ニンニクの風味が口の中に広がってきましたね。ただ唐揚げというよりはちょっと強いお肉という感じで、唐揚げという唐揚げのさっくり感とかはなかったので、ちょっと力不足かなという部分がありましたね。鶏肉は美味しいのですが、唐揚げと思って食べるとちょっとかもしれません。そして最後のプチもちきびだんご風は、まあ、もっちりとしたドーナツ生地の中にきな粉がたっぷり入っまぶされているだけじゃなくて、中のクリームもきな粉味で、きな粉の香ばしさは最初から最後まで一口食べるだけで感じることができて美味しかった。もちろんもっちりとした食感もミスドのポンデリングに負けないぐらいありました。なのでこれも美味しかったです。でもやっぱり今回はこの玉手箱弁当の特に中央の海鮮部分が一番美味しかったので、それを代表としてこちらの点数とさせていただきます。で、いつもだとここで、まあ、俳句一句読むのですが、これ現在ローソンでこういうのが発行されているようですね。これなんか卒業証書、なんか歌手のリサさんとのコラボプリントで、これ無料で印刷できる卒業証書です。リサさんは、まあ、鬼滅の刃の主題歌のグレンゲやホムラを自分も歌ったことがありますので、まあ、もしよろしければそれらの動画も概要欄のリンクからご覧ください。そして卒業か、なんか懐かしい日々だな。もう10年以上前になる。自分も何か卒業して新しいこと始めようかな。でももちろん動画はやめたくないし、仕事もどうしようって、そんなこと今言ってどうするんでしょうね。暗くなる、はい、卒業するにしてももっと前向きに卒業しないと。というわけで皆さん、もし卒業の皆さんおられましたらおめでとうございます。近々卒業にちなんだ歌を1曲アップロードする予定ですので、もしよろしければそちらもご覧くださいね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。